あ、そうだね。はい、ではお待たせいたしました。ではこの部屋でですね、15分のショートセッション、ペーパルの個人向け決済機能とワードプレスで始めるブログコマースについて、岡村純一さんと福井博さんにご登壇いただきます。岡村さんはペーパルで顧客への導入支援や技術コンサルをする一方で、デベロッパー認知活動にも従事されていて、さまざまなイベントでペーパルの API を使ったデモ、あとは登壇をされて、あとはイベントの企画運営などもされているということでございます。個人では API ラバーとしてのミートアップ登壇とか、あとはシステム開発協力などもされているということです。そして福井さんにおかれましては、ワードプレス関連の個人事業をされている中で、さらに桜クラブ、ペーパルユーザーグループ大阪などテックな、一面を見せて、コミュニティの管理人などもされていらっしゃいます。ワードキャンプ大阪2018、ワードキャンプ東京、京都2017では実行委員としても、活躍いただいております。お二人にはですね、この回では前半に個人向け決済機能 PayPal Me のお話と、 JavaScript だけで完結する新しい API、 簡素化された受け取り方法など、ブログとプラグインマーケットで稼ぐヒント、そして後半ではワードプレスで副業ブログを始めたい方のために開発された投げ銭プラグインについて、プラグインが生まれるまでの背景や PayPal と連携した簡単な使い方をご紹介いただきます。では岡村さん、福井さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速、ペーパルの個人向け決済機能とワードプレスで始めるブログコマースということで始めさせていただきます。先ほどすごい、丁寧な紹介をしていただいたので、あまり自己紹介することはないんですけど、岡村純一と言います。で、ツイッター弁蔵カピと ID でやってるので、今日もつぶやこうと思うんで、よかったらフォローとかしてください。で、まあ、いろいろ API 好きでいろいろやってるんですけど、お酒も大好きで、この後のパーティーすごい楽しみにしてるんですけど、あとは一応安心安全の、象徴として我々のオリジナルのヘルメットをかぶって登壇したり、まあ、あと、漫画家も実はやってまして、エンジニア SF 漫画というのをウェブで連載して、もう一回ちょっと終わっちゃったんですけど、やったりしてます。で、本日の登壇の流れなんですけど、一応前半私がまあペーパルとして、まあ、こちらはペーパルの一般論、まあ、あと新しい情報のアップデートをさせていただこうかなと思います。で、後半に、ユーザーさんの福井さんに、実際それをワードプレスにどう活用しているかっていう具体的な事例をお話ししたいかなと思います。で、早速なんですけど、ペーパルの概要なんですけども、ペーパルをご存知でない方、ありがとうございます。たまに結構まだまだいらっしゃるんで、あれで今日安心したんですけど、ですね、まあ、ペーパルとは、まあ、一言で言うと、まあ、お買い物するときに売り手さんと買い手さんの間を仲介して安心安全な決済を実現するサービスです。で、まあ、一般的にはデジタルウォレットと呼ばれているサービスで、買う人もアカウントを作って、その中にいろんなクレジットカードの資金源を登録して買い物をするサービスになっています。で、まあ、先ほど記者会見で発表されたんですけど、日本でクレジットカード以外に、今メガバンクの銀行口座も登録できるようになってまして、まもなくウェブサイトも公開されるんですけども、そうするとクレジットカード持ってない方も、お買い物をすることができるというサービスです。で、まあ、グローバルに展開していて、200以上の国と地域、100以上の通貨決済、25の通貨に口座引き出しができるということですね。で、今日は、まあ、ブログコマースということでビジネス用途なので、払うよりもお金の受け取り方についてご説明したいと思います。で、一つは、ペーパル単体でやる方法ですね。で、3つありまして、メール決済と呼ばれる請求を送るパターンです。で、これはアプリとかウェブの画面で簡単にできますと。で、2番目が決済ボタンといいまして、これはペーパルの画面に入っていただいて、いろいろな設定をするとコードが生成されて、それをウェブサイトに貼り付けるだけで、ボタン支払いボタンができるというものになります。で、最後は API 決済、これが僕が普段デモとかしているもので、まあ、大規模向けのお客様とかは この API で開発していただいて、いろんな決済をしていただいてます。で、2番目はですね、これが今日どっちかというとメインかと思うんですけど、パートナーさんの製品を通じていろいろ使う方法ですと。まあ、主なところは EC カートを、いろんな EC カートさんのところにペーパルを設定していただくと。で、あと2番目、ウェブサイト構築サービスとあって、ここにウーコマースという、まあ、今日もスポンサーとかされてるかもしれないんですけど、これがワードプレスの、有名なペーパルプラグインになります。
でですね、ちょっと見てみますと、このショーケースっていうのがあって、まあ、こんな感じでこう素敵な割と大規模な EC サイトがワードプレスとペーパルだけで作れるようになってます。まあ、これ自体はコーディングは必要なくて、もう設定だけですぐにこういった EC サイトがワードプレスでできるという形になってます。なんか黒くなりましたね。ごめんなさい。あ、大丈夫です。ごめんなさい。ちょっとパワーポイントがクラッシュしちゃいました。ごめんなさい。はい。という感じで、外部のサービスを使って使う方もあるんですけど、じゃあ、ペーパルは、じゃあ、どういうビジネスユーザーにフィットするのかというと、まあ、すべてのユーザーさんにフィットするっていうのが特徴かなと思います。まあ、大規模のユーザーさんに関して言うと、API を使って、いろんな多彩な決済ができますし、あと、中小規模ユーザーさんであれば、先ほど言ったような、パートナーさんのプラグインで実装をせずに、EC サイトを作ることができますと。で、個人のフリーランスのような方であると、さっきのメール決済とかで、サイトすらなく、決済を受け取ることができるということですね。で、ここからちょっと新しい機能や改善についてご説明したいんですけども、先ほどご紹介にあったように PayPal.me という、ソリューションができました。これ何かというと Twitter みたいなリンクを自分で作っていただいて、こういう感じで自分のリンクを貼り付けるだけで決済が受け取れることができると。これ事例としては築地の佃煮屋さんが LINE ボットと連携してサイトなしで佃煮を、デジタルで売られているような事例もあります。で、2番目にですね、これが、まあ、最近サーバーレスって言葉よく聞くんですけど、JavaScript を貼り付けるだけでもうペーパル決済がさっきの API 決済がそのままできてしまうという、これはすごくワードプレスとすごい相性が良くてですね、HTML の中だけでいろんな柔軟な実装ができるので、今後すごくワードプレスのユーザーさんには使っていただけるんじゃないかなと思います。で、こういった感じで結構コンバージョンに有効な機能も API を使うと簡単に実装できますと。で、こういった技術資料は一応 Kita というブログサイトにまとめられているので、もしよろしかったら、PayPal タグを探して我々のアカウントをフォローしていただければなと思います。で、最後にこれ改善なんですけど、実は最近6月以降ですね、PayPal 本人確認する前にアカウントを作った時点でもすぐお金が受け取れるようになりました。まあ、詳しくは我々のページを見ていただければいいんですけど、まあ、銀行引き出しするまでの30日間の間に本人確認をすれば、そのままちゃんと引き出しアカウントとして作れますということですね。なのですごくもうお金を受け取るのが簡単になってますと。で、最後にですね、実はワードプレスすごいコミュニティに支えられてるオープンソースだと思うんですけど、ペーパルも一応去年、ユーザーさんのコミュニティができまして、今各地でどんどん活動しているので、 Facebook グループとかコンパスで、フォローしていただければなと思います。ちなみにこのサイト自体もありまして、これもワードプレスで作られていますということで、ですね、こういった機能を作れば、ひょっとするとこれ今こんなに PayPal プラグインあるんですけど、これの上位に行くようなキラープラグインが作れるのかなと思っていますということで、私のパートは終わらせていただこうと思います。引き続いて、福井さんの方にお渡しします。あ、それではお話の方を引き継ぎます。投げ銭プラグインの開発、ワードプレスで副業ブログを始めようというタイトルでお話を進めさせていただきます。先ほど笹川さんの方からご紹介いただきましたように、私福井と申します。個人でワードプレス関連の個人事業をしてまして、サーバーの環境構築ですとかプラグイン開発、あとブログサイトの運営ですね、そういったことをやってます。それと並行しまして、かつてといっても最近なんですけど、ワードキャンプの実行委員、4年連続でやりました。まあ、ここには2018と2017しか書いてないんですけど、2015年から16年、17年、18年、ほとんどスポンサーチームなんですけど、そちらの方で実行委員もさせていただきました。
で、ちょっとこれからのお話にちょっと関係があることですので、私の自己紹介もう少しさせてください。実は2007年に私社会保険労務士試験に合格してます。これその時の合格証書です。東京に住んでおられる方だったらすごいおなじみの名前だと思うんですけど、前都知事の舛添洋一さんが以前厚生労働大臣を務めておられましたんで、その時にたまたま合格したんで、そのお墨付きがここにあります。ただしですね、私今その社会保険労務士の試験合格してその知識を生かして仕事しているわけではありませんので、単なる社会保障オタクです。はい、ですので、実際実務はしてないんですけど、そういう関係の今日本人の給与が、いくらぐらいであるとか、日本の社会保障制度これからどうなるのか、年金ってもらえんのとか、そういう話とかするの大好きです。そういうちょっと変な、ワードプレス界隈にしては、ちょっと変な部類に入るんですけど、そういうちょっと社会保障オタクがお届けする本日のメニューというがこちらです。投げ銭プラグインを作った理由と背景で、投げ銭プラグインの用途で、使い方作り方という4つの、お話で、進めていきたいと考えています。ただですね、本日、時間の都合があります。ですので一番の投げ銭プラグインを作った理由と背景について、重点的にお話をしていきたいと思います。この中にはですね、いろいろデザイナーさんですとかエンジニアさん、プログラマーさん、いろんな職種の方がいらっしゃると思います。ですが、それ以前に、会社員っていう方もたくさんいらっしゃいますので、そういった会社員であるということを前提としてお話を聞いていただければなと思います。後から、プラグインの使い方とか作り方とかもちょろっと話しますけど、本当にちょろっとだけです。はい、本日はこの一番メニューで、お話をさせていただければなというふうに思います。ズバリ投げ銭プラグインを作った理由と背景なんですが、副業を始める会社員が増えそうだから、日頃ウェブとかインターネットに接しておられる方でしたら、今これから副業の時代だとか、給料が減りそうだからとか、会社の看板だけで飯は食えへんとか、例えば有名な会社であればサイボーズ株式会社さんとかさくらインターネットさんとか、そういった会社であれば終身雇用なんか終わってるから、会社の看板当てにするなという形でどんどん副業を奨励されている会社もあるんですけど、実際のところ、副業を始めようというのは、このイラストの男の人が財布持ってわなわなとしてるんですけど、そういった方が増えるんじゃないかなというふうに思います。で、これ数値で見ますと、こういうことですね。今これ国税庁の資料から持ってきたんですけど、97年の数値を最高として、467万円が、今直近で421万円まで下がってます。で、これだけでもちょっとショックな数字なんですけど、ここからさらに会社員であれば引かれますので、その稼ぎに対する負担というのも考えないといけないですね。これは給与の天引きとか、厚生年金保険料ですとか、健康保険料、そういったものがありますけど、実際には消費税とか法人税とかといったものも負担してますので、それらをまとめて国民負担率っていうふうな形で、どれぐらい負担しているかっていうのが財務省の定義でこれ表されてるんですね。でそれがどれぐらいかといいますと、さっきのグラフとは逆方向ですね。97年 36.5% だったんですけど、2016年 42.5%、 実に20年間で 6% もダラダラと上がってます。グラフのその上がり方が、さっきグラフの推移がさっきとまるで逆という感じですね。 42.5% も大概な数字なんですけど、これ実はですね、財務省の方は特に言ってないんですけど、学習院大学で鈴木航先生という経済学部の先生が研究してまして、これから国民負担率どんどん上がるよと、最後、2075年私生きてるかどうかわからないんですけど、81.2% っていうところまで上がって、おいおいっていう感じで、で
まあ、当然、まあ、こういう状態であれば給料が高かろうが安かろうが、まあ、誰しも生活水準は下がると、まあ、じゃあもう仕方がないですね。生活防衛をしたければ、まあ、副業しようという話になります。で、まあ、今日ワードキャンプというイベントですので、まあ、ここにいらっしゃる方は皆さんワードプレスに関して何らかの、興味のある方ばかりだと思います。ということで、まあ、ブログを書きませんかということが私からの提案です。で、まあ、従来からブログを書く金銭的インセンティブ、アフィリエイト、アドセンスがあるということは、まあ、ご承知のことだと思うんですけど、まあ、今回新しい金銭的インセンティブとして投げ銭プラグインの活用という形でご提案をさせていただきたいと思います。まあ、投げ銭というのは商取引、まあ、債権債務の解消行為であるというふうに捉えていただければというふうに思います。で、まあ、どんなもんかと言いますと、まあ、先ほどの紹介ありましたペイパルのエクスプレスチェックアウト機能を、まあ、記事に貼り付ける。で、ボタンを押したらペイパルのログイン、画面が出て決済ができるという、感じですね。で、それの用途なんですけど、まあ、ブログ記事のワンポイントレッスンサービスの販売ですとか、感動体験共有サービスの販売、まあ、ノウハウを売ったり、まあ、昨日見たドラマとかどんなんだったとかいうふうな、まあ、おしゃべり、まあ、ちょっと言えば時間の切りみたいな感じのサービスですね。はい。で、その3番目、使い方なんですけど、これインストールしていただいて、実行環境と、まあ、ペイパルの発行するクライアント ID を入力して変更ボタンを保存します。で、ワードプレスのショートコード機能を貼れば、先ほどのボタンの出来上がりです。で、最後作り方なんですけど、もうここで説明する時間ありません。短縮コードこれクリックしていただいたら、GitHub のヒストリーに行きますんで、これで作り方説明してます。で、ちなみになんですけど、このプラグインというのは僕だけじゃなくて、ワードプレスのコアコントリビューターをされているハイトさんという方にも手伝ってもらいました。で、本番環境でのちょっと動作検証をしてませんので、まあ、ちょっとローカル環境開発環境などで、試していただければなと思います。で、参考ページ、これ自分のエコテキブログっていう記事を基づいてこれで作りました。はい。それでですね、投げ銭プラグインで、Google 検索していただくと、まあ、私のブログ記事も出てきますので、まあ、こちらの方も参考にしていただければなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、お二方ありがとうございました。